防寒対策ということですけれども、はい、寒風摩擦とかどうする？それはお風呂に入って背中洗うみたいなやつを何もついてないタオルでやると。で外で、はい、幼稚園の時とか やりませんでした？あんまり しなかったですね。あ、まあそっか、山形だと寒風摩擦したらもう、はい、あれですよね、やばいですよね、雪の中ですから。そうですね、もう寒風摩擦してる最中にも凍ってしまうような、はい、ですよね、はい、気温ですもんね。何かありますか？まあ、山形っていうキーワードがありましたけども、屋内の話になるんですけども、うん、こたつ置くじゃないですか、はいはいはい、そしてファンヒーターも置いてあるんですよ大体。おお、ダブル。そうすると、こたつとファンヒーター両方使うのは贅沢だと、もったいないと、うんうん、あのエネルギーもお金も、うんうん、っていうのでよくあるのがこんぐらいの太さのダクトをですね、あのファンヒーターの排出口からこう引っ張って、はいはいはい、こたつの中に引っ張っていくんですよ。あ、なるほど、はい、ファンヒーターのやつをもらうってことですね、はい、そうですね、ファンヒーターのあったかい風をこたつの中に、そうするとこたつの電源つけなくていいんです。それでいて部屋の中も足とかもこたつの中もあったかいという、はい、そういう一石二鳥な暖房のスタイルっていうのがおすすめですね。うん。